北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、今日は90回をお届けします。北川先生、お願いします。よろしくお願いします。90回といえば今日何日の放送なんだっけ。今日は9月25日のはずです。もう秋やね。秋ですね。10月もう寒いんじゃないかな。そうなんですよ。もう虫の声も綺麗かな、ね、満月の芳醇な香りの話もありましたけどもう、うん、またあれ満月でも毎月あるってことですか。あんまり普段意識しないんで僕は分からないんですけど、月に2回ある時もあるよ。あ、月の初めにあると月の、はい、だったら27日周期だから。そうか、そうですね、うん、ということはまた月暦とか持ってる？持ってないです僕ね、太陽よりも月を意識して生きてるわ、ずっと。太陽よりも月を意識してるっていいですね、うんうん、僕は太陽よりも月を意識してる。それはなぜですか？月のリズムで生きてるから。月のリズムでなぜ生きるんですか？人間は月のリズムで生かされてるやん、はい、女性も全て、月経も体っていうには全部月変がついてるやろ、はい。あのようにこう昔の人たちはみんな月のリズムで生きるということをしてたよね、僕は、うん、だからあの海のものも波も全てこう、はい、全部月のリズムで生きてるよ、うん、あの大潮も小潮も全部太陽のリズムじゃないよね。それを先生具体的にどう生かしてるんですか？だから新月と満月の力の違いとか、だから体調の違いとか意識の違いとか、満月の時は自分が騒ぐし、新月の時は自分を収めるとか、はい、そういうリズムに生かしてるし。確かに、まあ、それこそ勉強会もね、満月の夜の勉強会と新月ありますしね。それは自然の中に生きるという意味では太陽よりも月の中に生きる方が、うん、あ、なんか人間にとっては宇宙の意識のと結びつくと思ってるわ、うん、だからそっちの方が大事やね。そうか、都会に行っても必ず僕月を探すもん、こう、まあ、いつもその、あ、月がどこにあるかな、おっしゃってますよね、うん、まあ、でまさにその月に、まあね、自然のこう力ですけど、自然といえばその人間の本来持ってる力の話じゃないんですけど、最近、まあ、先生から以前あの断食のね、あの話も聞かせていただいて、僕も断食会参加させてもらったんですけど、あれから1年経って、まあ、正直行けてないんですけどまた最近胃が騒ぎ出してですね、結構夜になるとあのなんかお菓子食べたくなったりとかね、結構困ってるんですけど、改めて、まあ、先生そのね、なんかね、断食するとさっき言ったように月のリズムとか大地のリズムとか地球のリズムとかいうものに気づき始めるよね。で、ただそのなんかな、ダイエットとか健康とかいうよりももっと大きな、うん、地球上の宇宙の中にあるリズムの中で生きていけると、なんか別な次元でものを人生を見ているような気がするわ。だからただのこうダイエット断食とかじゃなくて、だからそういう意味では完全断食っていうかな、あの水だけの断食でそういうものにこう気づくっていうのがいいんじゃないかなっていうので、僕この断食会を進めてるよね、うん、そうですよね。なんかそのなんか一時じゃなくてもっと大きいものとなんかつながる感じですよね。目覚めを起こすチャンスになるっていうかね、はい、だからあのこう、そうするならこうごまかした断食ではなくて、リンゴを食べたりとか何とか食べたりとか酵素とかね、うん、そんなしなくて、うん、スパッとこうすっぱりきっぱりと断食に臨むっていうのがいいんじゃないか、うん、それ臨むというのがいいんじゃないかね、うん、そうすると悟りみたいな気づきみたいなものを得られるから、うんうんうん、だからまあそういう覚悟は人間どっかでしてもいいんじゃないかな。覚悟、汚れたらまた洗うっていうか。じゃあ、まあ、あの僕もまた多分逆にそういう騒ぎ出したってことはやっぱり必要な時期なんでしょうね。そうそう、うん、まあ、生きるっていうことは汚れるもんね、思想も、うん、川の水と一緒で、やっぱりこう水っていうのは私たちは生きるっていうのは川の水と一緒で、ね、最初は湧き水で綺麗だけど、はい、どんどんこう、特に大都会とか都市を通れば川水は一気に汚れるよ、はい、それと同じように早川さんも僕も社会に出てお金を得れば一挙に汚れるんよね。確かにそうですね。でどうせ海に死に注がないといけない大地、はい、その途中でやっぱり汚れてしまうから、うん、そこはきれいな清水を入れるしかないや、はい、川と一緒で自浄能力がないやろ、はい、たらということはきれいな水を入れて川をきれいにするのが一番いいように、人生もそんなふうなそのチャンス、自浄能力がないから、うん、
自分の人生を清めるため の方法としては断食というものがいいよね、はい、うん、宇宙に生きてるという意識っていうか、うん、神とつながる、ちょっと大げさかなでもそのどうでしょう先生、まさにそのね40日以上の断食もされて、それからもうずっと定期的にされてってるわけですよね、うん、やっぱり常に断食って何かこう、まあ、身体的なことでも精神的なことでもですけど、なんか気づきとかってあるんですか？あるよね、今でもありますか？そうそう、僕だけじゃなくて来た全員があるよ ね、 ありますね、全員が同じこと言うよね、うん、あのもうこの間も30人やったんだけども、本当ほぼ30人初めての人も含めて、はい、なんか全員が同じようなこと言うね、やっぱ、うん、爽やかだったしか、大いなるもののなんかに生かされてる感覚とか、うん、もう一つ分かりやすく言えばこうエネルギーと生きる力を見つめることができるというかな、うん、この間海でやったんやけれども、ちょっと水戸の先の日立というところでやったんだけど、海のとこ海岸でやったんだけど、結局なんかいつも自分にエネルギーがあると、自分のエネルギーが勝って周りにあるこう優しいエネルギーや微細なエネルギーの存在に気づかないよね、はい、別な言葉で言えば、怒ってる時はすごいエネルギーがあるよ、腹が立ってる時っていうのは、はい、エネルギーに満ちてるよ、ね、だから相手の弱ってるエネルギーや相手のこう折れてるエネルギーや相手の悲しんでるエネルギーをこう無視してしまうや、うん、気づかないっていうか、はい、怒りの中にあると相手がどんな悲しみやどんな苦しみやどんなこう心が折れてることにこう心を配らないというのは自分のエネルギーが混ざってるからよね。確かにそうですね。無視してしまってるっていうか、うん、それと同じように自分が健康ですごいあのエネルギーがいっぱいある時は周りのエネルギーに気づかないよね。こう緑のエネルギーとか、あー、虫のこう飛んでる虫が何を考えて飛んでる、そんなのを感じるようになるよね、うん、か 波が持つエネルギーとか、波の向こうからある月のエネルギーが波を動かしてるとか、うん、月のエネルギーはその向こうにあるなんか宇宙のエネルギーから来てるとかいう、そういうこう向こうからの通信を感じることができるのは断食による効果やなと思うけどね。自分が光ってたり何かを出しすぎてると気づかないですよね。そうやね、うん、こう自分が中心になるやん、エネルギーある時一緒に生きる時は、はい、そうではなくて周りと共に生きてるし、周りの中にも意志やエネルギーや英知やそんなものを絶えず発してるということに気づくのか な、うん、なそういう効果があるね、うん、自分だけではない、だからそういう意味で孤立しなくなるよね、人の心が明るくなるから。あとはやっぱり今その感覚を思い出しましたけど、やっぱりこだわらなくなったりとか、やっぱり一番不安がなくなりますよね。なんかいい意味でもういいかみたいな。不安がなくなると笑顔が出てくるし、はい、自分の弱さをさらけ出しても自信があるから、うん、どうせもともと弱いってことに気づくから、うん、そんなに威張らなくてもいいし、うん、で自分の弱さがこう欠点ではないってことに気づくというかね、はい、うん、自分の弱さを見せない人は、うん、それが欠点と思ってるからなんやるかね、うん、欠点とか弱点とか、うん、なんかそういうに結びつけてるけども、そんなのはそうではなくて本来誰もが持ってる宇宙の仕組みの中の一つなんだっていうかね、うん、失敗する時もあるしいい時もあるし、うん、でも順調が一番怖いんよ。あー、おっしゃってますよね。やっぱり順調っていうのは人を傷つけるもん、うん、自分が中心になってしまうから。そうか、さっきの話だけど気づかないですよね。そうね、もう自分が順調でそれが当たり前って思って、うん、この間こうちょっと1ヶ月間病気した時に、なんかみんながご飯いっぱい食べてるその格好とかがすごいたくましいな、すごい、はい、あれはいいなって、自分が健康ではない時に、うん、弱ってる時に他人の健康、あ、全然周りに気づかないで当たり前にそれを食べてた、うん、あれすごいなとか。そうか、それも当たり前じゃないってことですね。そうそうそう、病床に伏した時、うん、歩くこともね、あそこまで歩けないっていうのを、はい、うん、わあこんなに歩けないんだとかね、うんうん、なんか自分の弱さ、うん、エネルギーがなくなった時に周りの強さや自分がエネルギーある時に犯した、まあ、罪 を、うん、を見分けることができるような感じがするわ、うん、そうです。先生おっしゃったようにまさに断食ってもうその3日間とか1日限りの何かダイエットとかそういうデトックスっていうことには決してとどまらないってことですね。それはね、それはもう個人の自我よね、利益、その時点で自分の中心になってますよね。自分中心の利益をそれさえ捨てることができるのが完全断食やと思うね、うん、だ気づきがあると思うわ、うん、か気づきというのは大いなる意味っていうかね、はい、あ、なんかそういうエネルギーの持つ意識とか、うん、なんか、あ、我々みんなつながってるんだなとか、は
なんかこうつながってるとあるのとか思うけれども、うん、断食するとそれに気づくというかね、うん、蝶々さえも同じような意識を持ってると気づくんよね、うん、あの蝶々とかあのトンボもあ同じなんだっていう気づくんがすごい、あれがすごいよね、これちょうどね、10月15日から17日に名古屋断食会ありますけど、まあこれ来られる方も、ね、来れない方もいらっしゃると思いますけど、今日の回聞いてやっぱり断食これからまあ、初めてやってみようっていう方いらっしゃると思うんですけど、何かアドバイスってありますか？うん、やっぱりこう苦しみ悲しみっていうのはそのいかにこう自分の自我がそれを作り出してるっていうことに断食をすると気づくと言いますかね、うん、つまり勢いがある時とか生きてる時は自分の欲がすごい混ざるからどうしても自分中心に生きていってしまう、はい、でもそこでなんか自分が弱い時、例えば病気した時に人が助けてくれたことがありがたいように、断食というエネルギーがなくなった時に周りの優しさとか思いやりとか周りのエネルギーとかいうものに気づくというかね、だから優しくなれる、うん、自分一人ではない孤独感というものがこう、それは自分自身があまり勝手に生きているからできてきたんだとかいうことに気づく始めるんじゃないかね、うん、そういうだからね、本来持ってる優しく生きる根みたいなものに触れることができる、うん、と思えるね、気づきの場ですね、やっぱり。でまたすぐ汚れるんよ、カーと一緒で、はい、またすぐ順調だ、忘れてしまう、もうこれで行こうとか、うん、OK とかバンバン走れとか、でもそうすると他人を傷つけてしまうから、時々断食して立ち止まって、うん、そうですね、この社会に生きている以上はね、まあ、戻っちゃうのもしょうがないですよね、そうそうそう、多少は、まあ、我々はこうみんなと手伝って人がいなかったら生きていけんもん、はい、早くも自分で今身につけてるもので一つでも自分が作ったものある？ないです。あるやん、これ皮膚だけ。あ、そうか、僕親じゃないですかね、これも厳密に。あ、そうか、はい、切り返しちゃいましたけど、まあでもそのくらいないってことですよね、自分の人のおかげってことですよね。何もない、全て周りのつながりの中で生きてるってことにつくづく感じるよ ね、はい、だから感謝が生まれるよね、まあ、なんかみんなありがたいありがたいって言い始める、断食があると。ぜひこれからねトライする方、まあ、そんな心持ちで断食皆さんやってみてください、はい、それもねもうパーフェクト思い切って潔く、そうですね、こう無常断食、はい、覚悟を決めて、ね、濁りのなき世界をちょっとでいいから、うん、経験してみる、ぜひぜひ。さあ、この番組では北川先生へのご質問ご感想、そしてこのテーマをもっと詳しく聞きたい、過去のテーマについてもしリクエストがありましたら、第何回ということで北川先生のホームページもしくはこちらのメールアドレスまでお寄せください。北川アットマークキクタス .jp、 北川アットマーク KIQTAS.jp までお寄せください。そしてこの番組が CD ブックになりました。北川先生の写真集と、そして書き起こしですね、この番組の書き起こしもついていますので、うん、詳しくは人生を変える出会いというこのタイトルの名前、そのままで Amazon で検索してみてください、うん、そして先生の新刊ですね、清水勝義さんとの対談協調で準備された世界も引き続きリリースされていますので、うん、こちらもチェックしてみてください。今日はありがとうございます、ね、本当に聞いてくださって引き続きやっていきたいと思いますので、共に引き続き一緒に共に生きていきましょう。そうですね、うん、今日は第90回をお届けしました。北川先生ありがとうございました。ありがとうございました。